天堂1年目に1点違評価が正直すぎる。デイブ・オーシーコップは2023-24シーズンを通しての活躍を個別に採点。昨夏2600万ポンド、約29億円の移籍金で加入し、12月あたりからはアンカーとして確かな地位を築いた遠藤航には8点をつけ、次のように評した。正直に言おう。夏に航遠藤が加入した時、誰がこれほど活躍すると思っただろうか。そう多くはないだろう。モイセス・カイセドやロメオ・ラビアを獲得し損ねた後、この日本代表キャプテンは優れた掘り出し物だと証明された。当初はプレミアリーグのペースに苦戦していたが、すぐに持ち味を発揮し、中盤を支配するようになった。シーズン終盤には再び調子を落としたが、文句は言えまい。リバプールが支払った金額と彼のパフォーマンスを考えれば、賢いバーゲン補強だった。ちなみに最も高い 9.5 点を獲得したのは、キャプテンのフィルジル・ファンダイク。大怪我もあり、全盛期の輝きを失いつつあった中、世界最高のセントラルディフェンスの一人だと改めて証明したと大絶賛だ。もう1年クロップで見たかったが、新しい監督でじっくりチーム作りからスタートするのも楽しみではある。リーグ3位で CL 出場権獲得なら上々。よく去年から立て直せたよ。正直加入当初は、リバプールではレギュラーすら難しいと思っていたが、アンカーとして、しっかりチームの舵取り役をこなしていた。終盤は疲れのせいか、やや制裁を欠いた感は否めないが、シーズン通して評価に値するでしょうね。アーセナル、マンチェスターシティ相手にここまでのプレーが見せられるのは間違いなく本物だよ。ファンダイクの次くらいに活躍したと言っても過言ではない。1年でほんとよくプレミアに適応したと思うわ。お買い得で買った値段以上の活躍だと思うぞ。来シーズンも期待してます。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。